読み聞かせ始めるよ。バカ野郎。なんで？なんで？どういうこと？俺の気持ちがね。何？俺の気持ちが花ちゃんに届いたのかなって。思ったの。本当はどうなの？さあ、初っ端から初っ端から全開でいくぞ俺は。トシ君、トシ君今日ね、うん、思ったよりね、うん、距離が近いんだよね。そうなんです。あ、なるほどね。はい、花ちゃん可愛いですよ。そう。よし来た。これね、公開録音の時にねちょっと掴んだんですよ。公開録音の時にね、あの聞いてくださった皆さん分かったかもしれませんけれども、花ちゃんを赤面させるというね。あの一大イベント起きましたから。なんかこう私をもてあそぶ遊びはやめてくれませんか。散々私のこともてあそんだくせに。本当ですよ。本当ですよ。そうそう、今月一番キュンとしましたからね。キュンとしましたからね。おお。なんか。ごめんなさいね、ごめんなさい。今リスナーには伝わってないと思うんですけど、今スタッフブースの向こう側のスタッフ全員が同じトーンでおお。おー高校生かな。なんか可愛いやつにして。可愛いやつって、だお色気のあるやつにして。花ちゃんもうまんまで可愛いからね。危ない危ない、投げないで。花ちゃん物を投げないで、物を投げないで、私物を投げないで。褒めてほしいのじゃ、本気で本気で、ね、褒められて嬉しくない人はいないですよ。本当本気で褒めていいの花ちゃん、ね。何なんだよ。花ちゃん面白い。花ちゃんって面白い。物を投げない、物を蹴らない。花ちゃん、花ちゃん物を蹴らない。ほらね。ね、何なのこの番組。トシ君の本気がちょっと見れましたでしょうか、皆様。ありがとうございます。少しだけトヨナが頑張りました今。これからも花ちゃんとトシ君応援してあげてください。私も泣いてる。泣いてる。花ちゃん、花ちゃんが泣いてしまう。泣け。ねえ、私もって遊んでるよ。ああ、スタッフから、トシ君、花ちゃんが辛そうにしてるよと。大丈夫花ちゃん。大丈夫だよ。何なんだよ、もう大丈夫だよ。姉ちゃん、普通にやろうよ。私こんなキャラじゃないからね。マジでなんかちょっと、はい、責任取れよ。責任取れよ。優しいトシ君。なんでなんでこういう俺、今度俺。今度そういう気持ちにさせんの俺。優しい。やめて本当にもう。まさか見えない優しさが私を見守ってくれている証拠だね。なんだよ今日、今日この回なんだよ。そうだよ、自分からやったんだからね。トシ君、私本当この展開望んでないからね。マジなんかこんなに心を満たされてもさ。満たされちゃったんだ。満たされちゃった。満たされるね。あ、満たされてる、満たされちゃった。振り回されてるからね今。そうだよ、うん、私のそうだね、ダメですよ、ね、でも俺は別に意地悪してるつもりで言ってるわけじゃないからね。じゃあ何のつもりでしたんだよ。ふざけんな。
よ、読んでください。はなちゃん。トシ君。はい。どうすんのよ。何が？本当バカじゃないの。でもなんか本当に私今トシ君にコテンパンにやられているのがすごい腹立たしいの。どうすればいいの？腹立たしいんだ。腹立たしい。私もなんかしたいんだけどね。うん、今まで散々してきてると思うけどね。え、そうだっけ。うん、そんな気がしてるんだけど、違うかな。そんなことないかな。あれ、まあ、割とようやくっていう感じがするんだけど。そうかな、うん、ようやく。私結構過去のこと忘れちゃうから。この野郎。そんなことか。だからね、どうやって仕返しをしてやろうってね、ずっとねこの収録まで考えてたの。おお。何このラジオ、本当におかしいわ。はい、じゃあ18部屋目以降は忘れないでね。忘れない。負けないで。自分を奮い立たせている。はなちゃんが自分を奮い立たせているぞ。じゃあ愛とかでもいい？ゲロゲボゲボってシロロン言いましたよね。はなちゃんはね結構ねこういうのに弱いんですよ。ちょっと待って、私今一瞬右向いてたら、はい、正面の世界が一変しててびっくりした。そうなんです。なんかね周りがキラキラとするんです。はなちゃん、お前それでいいのか。なんかね、簡単な女ですね、私は。ダメです。これは困ったな。そっか、そのレベルでいいのか。なんか。あー。私が瞬間でゲボー、ゲローとか言って、ね。俺も普通ならそうなる。流れてたんじゃないですか。ね、やってたら、どうもその一つ目しかゲロとかゲボが聞こえないから、そうそうそう、あれと思ってパッて正面向いたら、静かになって、ゲボやこっちみたいになってて、終わりと思って、ね、あららららら、ね、そうですか。シロロン、こういうこと。なるほどね。うん、やったね、シロロン、生で見れたね。生で見れた。びっくり。アナノさんいないかと思ったのに。ちょっと倒れ込んでるから。ね、ちっちゃい。俺いねえと思って。ちっちゃくなるほどね。嘘です、嘘。え、嘘なの？うん、嘘、嘘。そうなんだ。あの、なんか、残念だな。おい、女子が舐められっからちゃんとしてくれなかった。やばい。そんなもんだと思われんだろ、世の中に。しっかりしてくれ。やっちゃいましたね。何見てんのよ。ひざまずけ豚どもが。